この先が市街地。開けるのにちょっとコツがいるの。7番街の社宅地区、うちの親シンラの人間なの。私マコールのおかげで大きくなったんだよね。おいでー。行っちゃった。なかなか手ごわいっす。俺の何倍も給料もらってんだろうな。しか帰ってこない娘のためにいつもああして明かりをつけている。ママは典型的ミッドガル住民。ピザ出るかな。ミッドガルスペシャル。ジェシーのお袋さん、どんな夜中に訪ねてもうまい飯作ってくれるんだよな。よく食べる人とお客が大好きだから。じゃあ行こうか。クラウド、例の件お願いね。とりあえず家の裏手で待ってて。ああ、わかった。クラウドさんにもミッドガルスペシャル食べてほしかったっす。そこでクラウドの出番。何でも嫌なら何でもするよね。私の家に忍び込んで大泥棒お願い。しばらくしたら裏口を開ける。合図は。明かりがついたらそれが合図。裏口を開けると廊下があるの。正面の扉は開けちゃダメ。右側の部屋が目的の場所だから。リクスたちと盛大に騒いでママを引きつけておくから音は立てても大丈夫。パパがいるけど気にしないで。パパの ID カードを探してほしいの。部屋のどこかにあるはずなんだけど自分じゃやれそうになくてさ。お願いね、クラウド。
パパ、ママ。今までずっと連絡できなくてごめんなさい。私は今、ゴールドソーサーにいます。女優になる夢をついに叶えたの。たくさん迷惑かけたけど、ようやく胸を張ってパパとママを招待できます。主演ジェシー、主演魔航路の整備担当だったんだ、うちのパパ。こんなことをしてる場合じゃない。もう用はない。任務完了。今は舞台に上がってないんでしょ？それでもゴールドソーサーがいいの？ジェシーは頼りにされてるっす。でも裏方さんなんでしょ？もう帰ってきなさいよ。ほら、八番街の劇場を目指すなんてどう？ああ、いいかもね。あのね、ママ、私たちそろそろ行かなくちゃ。もう？本当は寄るつもりなかったんだよね。ウェッジがピザ食べたいって言うから。ごちそうさました。ウェッジ足りたの？あと2枚はいけそうっす。ウェッジ！ピザは作戦のうちっす。ペコペコじゃお腹も気持ちもしぼむから。次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。どうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。お待たせ。これでいいか？ここからが本番。これで76分室の倉庫に潜入できる。じゃあ行くか。私が一人で行く。どこから何を持ち帰ればいいのか知ってるのは私だけだから。じゃあ俺らピザ食いに来ただけかよ。ただで返すと思う？腹ごなしにクラウドを手伝って。ほら、さっき私たちでママの注意を引きつけたでしょ。なんて言うんだっけ、ああいうの。ほら、陽動だな。それそれ、さすがソルじゃん。え、じゃあ今度はシンラの人たちとピザを食べるっすか？食った分動けってことだよ。お前が中にいる間、警備の目を俺たちに向ければいいんだな。そうそう、さすがビックス。合図の照明弾が上がったら、みんなは倉庫前の広場を正面突破。思いっきり暴れて、できるだけ時間を稼いで。ソルジャー頼みの力技だな。作戦の所要時間は？それほど長くはかからないと思う。終わったらもう一度照明弾を使うから、この先の空き地で落ち合おう。待てよ、どうやってスラムに戻る？始発に紛れ込むか？ダメ、今夜のうちに戻らなくちゃ。方法は考えてあるから大丈夫。じゃあまた後で。では陽動部隊も行きますか。ジェシーの親父さんいたろ？ああ。魔鋼中毒ってやつさ。ジェシーがゴールドソーサーの章で
ああ、こんな話興味ねえか。いや、聞いておこう。ジェシーはずっと役者志望で努力して努力してショーの主役を勝ち取った。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて、魔鋼だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されてからこっちあの状態だ。そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだ。ジェシーは信じているっす。お父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかって。だから早く魔鋼炉を止めないと。親父さんの命が消えてしまう。今笑ったか。星の命がどうこうよりずっと共感できる。そういう意味か。魔鋼の中にはいろんな願いや思いが流れてる。てめえの都合で好き勝手に利用していいもんじゃねえんだ、きっと。あ、話したってこと、ジェシーには内緒だぞ。あいつ怒ると手がつけらんねえんだから。それはどうだろう。俺たち殴られるかも。興味ないね。こいつ。お、ジェシーの言ってた空き地。作戦が終わったらここに集合っす。合図があるまでは慎重にな。この奥が広場のはずだな。待て、警備が一人もいない。え？ジェシーじゃないっすよね、これ。厄介なことになってなきゃいいが。確かめよう。誰もいねえ。どうなってやがる。あっちが広場、奥が倉庫っす。ジェシーは裏から回ってるはずだけど。クラウドさん、こっちっす。ひとまずは様子見だ。今のうちに作戦を。やるのは俺一人でいい。俺ら足手まといだってか。んなこと言うなよ。仲間っすからね。面倒は見ないぞ。準備があるなら今のうちにな。終わったら声をかけてくれ。足りないものはそこの自販機で。あっちに訓練所があるみてえだな。バトルしたけりゃ行ってみな。緊張してお腹が鳴りそうっす。確か召喚マテリア持ってたよな。敵地のど真ん中で暴れるんだ。準備しといて損はないと思うぜ。俺も忘れもんねえよな。銃よし、弾よし、他の装備はと。できたか。よし、じゃあ持ち場の確認しとくぞ。クラウドは広場の真ん中で派手に暴れてくれ。俺たちはクラウドのフォローだ。
まずは全体を見渡せる場所に登って、そこから援護をしていく。お待たせ。何？話があるって。俺、春になったら村を出てミッドガルに行くよ。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。ソルジャーになりたいんだ。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。英雄セフィロスか。ソルジャーになるのって難しいんでしょ？しばらくの間村には戻れないな。大活躍して新聞にも載るかな。頑張るよ。ねえ、約束しない？あのね、クラウドが有名になって、その時私が困ってたらクラウド助けに来てね。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの、一度くらいは経験したいじゃない？はあ？約束しなさい。わかった、約束する。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。ジェシーの合図だ。うまく潜り込めたか。行くぞ。おう、すっ。侵入者なんていないぞ。隠れてるのか。お、おい、あれ。侵入者発見。撃て！終わりか。排除する。新たに侵入者を発見。門まであんのかよ。しばらく持ちこたえろよ。観念しろ。しかと休め。停止してくっ。くっ。
打ちだ。ほらやった。攻めるぞ。まあ、終わらせる。かかってくる。お疲れ様。素人にしちゃ頑張ったことだろう。男っす。約束しただろう。次は二人だけで勝負をしようと。君が点火したんだ。私のエンジンは今駆け出す興奮に激しく震えている。下がってくれ。分かった。
バイクを降りるのは何年ぶりかな。だが私のスピードは猫であろうと変わらない。さあ正々堂々と勝負だ。マイフレンド、いや、角度はいいかな。調子に乗るな。満足か。楽しい時間はあっという間だね。まだまだ目指せる高みがありそうだ。私は必ずまた会う。その時まで生きていてくれよ、マイフレンド。何をしている。そっちこそ来い。ウェッジは心配ない。今はあんたが見つかる方が厄介だ。
なんだあれは。先客、あれも一応アバランチだ。主球派というか本流というか、まあ今の俺たちにとっては目の上のタンコブ、ケツの出来物。失礼。ここで何をしているんだ。さあね、俺たちを危険分子扱いして追放したくせに、自分たちだって結構な装備だったよな。噂じゃあろうことがウータイと手を組んでミッドガル中のマテリアを持ち去るつもりなんだとか。何の意味があるんだそれ。そう、戦争が終わったと思ってるのはこっち側だけなのかもな。よし、作戦終了だ。ひとまず空き地まで戻るぞ。ああ、ずいぶんと賑やかなことで。神羅の増援もいるな。ああ、胃が痛え。ウェッジを待たなくていいのか。待ったり探したりしたらあいつは怒るぞ。わからないな。ソルジャーにはわかんないから。でもあんたが気にしてたことは伝えておく。それに関しては喜ぶ。深夜の警報で近隣住民も騒ぎ始めている。 A 班はこの場で施設からの逃亡者を監視。 B 班は速やかに通行規制の上事態の収拾に当たれ。お疲れ。収拾のことが公になれば混乱どころか神羅のはずだ。よし、先の警報に爆弾配置につけ。ここで通せ。ちょっと派手にやりすぎじゃない。うん、まあおかげでこっちも無事。あれ、ウェッジは。ウェッジ、あ、俺たちが行く。おい、ウェッジ、大丈夫か。ないっす。撃たれたのか。多分流れ弾っす。お尻痛い。どれ。ちょっと何してるの。うわ、ブヨブヨ屈辱っす。当たってないよこれ。弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだね。だからこれ、やけど。しかも軽い。腹ペコっす。あ、いい顔。ふん。行くぞ。帰るんだろ。もちろん。でも本家の作戦に鉢合わせるな。偶然なのか。うん、現在安全確認。本家が動き出したとすれば自宅待機命令が出ています。ただでさえ速やかにご自宅へお戻りください。さっき襲撃って聞こえたけど。おい、またテロじゃないだろうな。襲撃の件は誤報です。問題ありませんので、自宅で待機を。緊急事態だ。自宅待機命令も出ている。ここまで来れば安心。どこに向かってるんですか。ついてからに歌いまし。無事に火薬も手に入ったし、これで次の作戦もバッチリ。そう願うね。あんたの父親も早く良くなると。おい、その話は。あ、クラウドさんもピザ食べたかったってね。何、なんか怪しくない。ないない、それはピザは食べたいな。ああ、ふーん、じゃあ
度は私が腕を振るっちゃおうかな。楽しみだ。楽しみ楽しみ。多分ここに。から聞いた時は半信半疑だったけど、本当にあってよかった。パラシュートか。うん、半信半疑にかけたんすか。5割ならかけるでしょ普通。楽しみ。みんなご苦労様、付き合ってくれてありがとう。それから明日の作戦終了までバレットとティファには内緒でお願い。余計な心配かけたくないから。うん、よし飛ぶぞ。ワクワク。クラウド、ウェッジを送ってやってくれ。ああ、忘れるところだった。お姉、危ねえだろ。何考えてんだ。ちょっと何すんのよ。あっちのセリフだ。残りの報酬、下に戻ったらうちまで来て。今ちょっと待って。ダメだ。厳しいっすね兄貴。誰が兄貴だ。十分だ。傷は仲間のためだろう。胸を張ってろ。え？なんか俺たち乗ってるよな。この柄特にね。あいつのおかげだな。うん、一緒なら何でもやれそう。帰れるっす。どうせ軽いやけどだし。いいから案内しろ。兄貴。あ、それはやめろ。こっちっす。ジェシーたちもう帰ってるかな。さあ、二人の家に寄ってもいいっすか。通り道だし。ああ。変な影が瓦礫通りに落ちたよな。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。引き続きバトルレポートのデータ提出を。今月のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。ここがビッグさんち。まだ戻ってないっすね。そうか。また反省大会かも。ああ、作戦の後のお約束っす。考えすぎて熱まで出したり。意外だな。ちょっと心配っす。さあ、次はジェシンチっす。ミッドガルを出ていくから。あとマコーロ君もな。マコーロのニュースが頭に浮かばないんだよね。ここがジェシンチ。男子は立ち入り禁止っす。役者志望の女子たちと暮らしてるから、変な気起こしちゃダメですよ兄貴。ああ、
念のため警告っす。みんな噂好きなんで。アバランチのことはバレないのか。そこは役者だから。あ、もう一回警告。兄貴も本気にしちゃダメっすよ。何のことだ。女はみんな大女優っす。明日、5番目に行く。ほらほら、ニャル、バニッパーズ。みんな挨拶。今日の門番はこの3兄弟。じゃあな。見送りどうもっす。手当て、忘れるなよ。了解っす、兄貴。その呼び方やめてく。怖くない怖くない、兄貴は優しいっすよ。よしよしよし、はあ、好きにしよう。よくできました。よしよしよし、ほらニャル、詰めちゃダメっす。スラム住民にもできる。うわ、やっぱりクラウド、そろそろ来る気がしたんだ。じゃあ、はい、これ。ご苦労様、何でも屋さん。それから特別なご褒美。分かったから離れてくれ。じゃあ明日の夜来て。同居人たちみんな留守らしいから。じゃあってどういう意味だ。とにかく離れてくれ。離れたら来る？明日の夜。分かった。考えておく。やったー！じゃあとっておきのピザ焼いてあげる。具はマルケ、ルーセ、クロミリオンに赤シリ。どう？全部知らない。なんてキュートなの。いいぞ、私に任せなさい。おやすみ。なんつって、はあ、この先は危険だ。また爆破があるんじゃないか。明日列車が動けばミッドガルを出ていく。もう寝てる時間だ。散歩だ。そうだ、ジョニーと会ったよ。ミッドガルを出るって。ん？ああ、あいつか。クラウドはしばらくミッドガルだよね。あ、古い友達がピンチらしくてな。そんな時は助けるって約束したんだ。あの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。話したいなら聞くぞ。あれ？なんか雰囲気変わった？俺か？柔らかくなったような。変化？ううん、いい感じ。これならマリンも怖がらないと思う。うん。
ってきたって分かったらほっとしちゃった。はあ、すごい睡魔。いろいろ話したいけど今夜はもう眠った方がいいみたい。ああ、おやすみなさい。おやすみ、ティファ。状況は？バレットとジェシーが戦ってる。でもいつまで持つか。合流しよう。行けるな。もちろん。店まで急ぐぞ。それ以上のことは分からない。ソルジャーでも知らないんだ。倒せる。また？ああ、急いでるのに。他の道は？うん、こっち。ここもか。もしかして私たちの邪魔してる？クラウド、こっち。嘘でしょ。まるで洪水だね。流されるわよ。うん、ついてく。無理しないで。
見せ物じゃねえぞ！何だったんだあのうじゃうじゃはよ。まあこの吐きだめじゃどんな突然変異がいても不思議じゃねえ。たくマコロってのは大丈夫か。平気って言いたいところだけど。本当嫌になる。クラウドに迷惑かけっぱなし。気にするな。どうしたんすかその足。大丈夫っすか。騒ぎすぎ。全然平気。でもしばらくは安静にした方が。ダメ。無理すんな。ジェシーは留守番だ。作戦はどうするの。ビックスはもう潜入しちゃってる。今さら中止にはできないでしょ。ああ、俺が頑張りゃいい。余計心配。俺がジェシーの分まで頑張るっす。お前今から出られるよな。報酬は割り増しだ。おお、任しとけ。よし、クラウドを入れて作戦再開だ。私の分までかき回して。ウェッジ、お前はジェシーとマリンを頼む。俺は元気っすよ。二人を任せられるのはお前だけだ。よし、仕切り直しだ。ターゲットは5番マコロ。各自準備を整えて駅に集合。準備の足しにしろ。金額の文句は受け付けねえぞ。頼むぜソルジャーさんよ。兄貴、気をつけて。また舞台に出そびれちゃった。本番に弱いのかな、私。またチャンスはあるさ。あ、慰めてくれてる？ありがとう。さあ、行こう。ティファ、力を抜こう。緊張してるだろ。ありがとう。よし、行こう。スラムの中であんな騒ぎが起きるの。昨日整備したバイク、なかなか良かったって。アバランチは俺らの敵だったんだ。スラムに住みたいって人が見たくして。昼ご飯はスラムバーガー。マグマ怖いよな。爆破予告のことみんな知ってるのよね。爆破されればみんな星の命を大事にするようになる。戻らない。お仕事頑張ってね。お断するの。リーフハウスに連れて行ってくれるから。懐かしいわ。町一番の何でも屋さん。欲しいものはなーに。クラウドさん、あなたは想定以上の逸材です。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。
また新しいマテリアを開発できましたよ。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。おととい帰ってこられたかもしれない。もう耐えられない。おう、列車が来たらそっからの作戦だ。準備はできてんだろうな。ピックス、もう始めてるのかな。早いとこ巻き返さねえとな。どうしても今日なのか。動き出したら止められねえんだよ。大勢の同志が動いてくれたんだ。爆破の予告もしちまってる。魔航路止めないと今日もやるってな。悪いのはシルダだ。しれっとしてろ。